はいどうもビッグスリーです。よろしくお願いします。今日はですね、君は聞き取れるか、アメリカ南部の黒人英語発音解説というテーマでちょっと話をしていきたいなと思うんですけれども、これですね、まあ僕先日ちょっと YouTube をねだらだらと眺めてまして、とある動画に出会ったんですよ。まあアメリカのね南部に住む黒人の方が、まあ、喋っている動画なんですけど、発音がねもういわゆるもうアメリカ南部のコテコテの発音なんですよ。で、まあ久々に、おぉみたいな、これはちょっと痺れるな、みたいな感じの動画を見つけたので、今日はね、ちょっと試しにその動画を流して、皆さんがどれぐらい聞き取れるかっていうね、この聞き取りのリスニングのチェックをね、してみたいなと思います。このアメリカの南部の英語っていうのは、その発音にものすごい特徴があるんですよ。日本でもね、地域によってこの方言ってあるじゃないですか。ね、例えば、東北地方のズーズー弁とか、ね、沖縄のウチナー口とかね、いわゆるこの方言がきついと、もう日本人にすら聞き取るのが難しかったりするじゃないですか。それと全く一緒なんですよね。っていうか、これだけ狭い日本でこんなにね変化があるんだったら、ましてやこう日本のね何倍も国土があって人種もめちゃくちゃ多様なアメリカだったら、やっぱこのね言語の多様性っていうのは日本と比べ物にならないぐらいすごいんですよ。で、まあ、その中でもこのアメリカのサウスですよね、南部州の発音っていうのはものすごいねやっぱ特色が出ていて、一般的に、Southern Twang とか Draw っていう、まあ、呼ばれ方言い方をするんですけど、ね、このアメリカの南部の発音ですね。で、その話し方をする人はもう一発でお前南部出身だろうみたいな分かるぐらい、やっぱりそれだけ特徴的なんですよ。まあね、もちろんその人によって個人差はあるんですけど、まあ、僕的にはやっぱ南部の老人とあと黒人の発音をね、正直結構もう集中して聞いてないと聞き取る、聞き逃してしまうぐらい正直ねきついなっていう、訛りがきついなっていうのはあるんですけど、なのでまあ今日はね、僕がたまたまこの間見つけた、黒人の、アメリカ南部の出身のね黒人の方の話す動画を見てもらって、まあどれだけ聞き取れるかっていうのをチャレンジしてほしいと思います。はい、ということでね、早速ちょっとこれをね見てほしいと思うんですけど、ちょっと早速まあ見てください。I was eavesdropping, right? I heard they said they're gonna turn you into a manager. Get on up my damn face. I don't need to be here all the time. You know, Billy died last night. Who? Billy. I know damn well Billy ain't died last night. I just talked to damn Billy. Shh, I know damn well Billy died. I don't know, they say he had a heart attack or something. I don't know. But you know, I just talked to Billy. I gave him a damn ride home yesterday. It might be that dope. I'm being honest. I don't, you know. Billy's on that dope. Everybody knows. You know everybody damn Billy. Look, I just overheard it. Don't go around blaming your mom, but they said they were going to turn you into manager. That's what I heard. Look, real talk. I'll just, like, look, for real, I'll just stop playing. I'll just decide management. They said they won't let me get Billy spot. They said they won't let you get Billy spot. Damn, hey, he died, but hey, it's a good thing. That's what I'm saying. It's a damn for good you. Thing. Hi. どうですか？聞き取れましたか？もうこれをね、正直一撃で聞き取れたら相当センスがあると思います。普通の人はね、やっぱり絶対聞き取れないと思うんですよ。普通のいわゆるやっぱ標準英語ね、を聞いてきて勉強してきた人にとって、この発音っていうのはものすごいね、独特なので、聞き取れなくて当たり前だと思うんですけど、ね、このまあ男性は発音の癖がね、やっぱ結構強くて、まあ、僕の個人的な感覚で言うと、レベルはね、まあ、10分の7ぐらいですね。まあ、それでも10分の7なんですよ。まだまだすごい発音の、ね、癖がある人はいるんですけど、まあ、10分の7ぐらい。で、まあ、普通にこの TOEIC の勉強とかね、この今、あの、リスニングの教材とか、で聞く音源っていうのは、大体ね、まあ、発音のこの癖レベル、訛りレベルっていうのは、まあ、1から2ぐらいですよね。で、あとはもう、英語のニュースとか、CNN とか、BBC とか、そういったニュースの発音っていうのは、もう訛りは、これはもう、0から1か、もうほぼないに等しいんですけど、で、その中で、それと比べて、この男性の訛りというのは、まあ、10分の7ぐらいかなと、僕の個人的なね、感覚で言うと。なので、ね、まあ、どれほどこの訛りが強いかっていうのがわかると思うんですけど、だから、この、聞き取れなかったからといって、決して落胆しないでほしいんですけど、まあね、最初は、もうこれ、いきなり、何の前触れもなく、
あの流して聞いてもらったんで、さすがにやっぱちょっと聞き取るのはきついと思うので、次はちょっとねこの動画の、シチュエーションをね、状況をまず説明して、その上でもう一回ちょっと見てほしいと思うんですけど、これね、この動画の状況っていうのは、まあ、この、動画を撮ってるのが女性なんですよね。動画を撮ってる女性がこの男性に対して、まあ、多分職場の同僚だと思うんですけど、この女性が男性に対して、さっきこの職場の上司たちがこの男性をマネージャーに昇進させようとさせようかって話してたよっていうのを、教えてるんですよ。この男性に、あの、まあ、ビリーっていうね、ビリーっていう登場人物がいるんですけど、ビリーっていう登場人物、まあ、登場はしないんですけど、ビリーっていう人が、ね、同じ職場にいたビリーっていう人が、なんか、何らかの理由で死んじゃったので、亡くなったので、その人の代わりにこの男性をマネージャーに昇進させようかみたいなのを話しているのを、ちょっと立ち聞き、盗み聞きしたよっていうのを、この女性が男性に伝えてるっていうシチュエーションなんですよ。うん。このシチュエーション自体そもそも癖強いんですけどね、めちゃくちゃ。はい。この状況を踏まえた上で、もう一回ちょっと同じ動画を聞いてみてほしいと思うんですけど、はい。どうぞ。I was eavesdropping, right? I heard they said they're gonna turn you into a manager. Get on up my damn face. I don't need to be here all the time. You know, Billy died last night. Who? Billy. I know damn well Billy ain't died last night. I just talked to Billy. I don't know. They say he had a heart attack or something. I don't know. But you know, I just talked to Billy. I gave him a damn ride home yesterday. It might be dope. I'm being honest. Billy's on that dope. Everybody knows. You know everybody damn business. Look, I just overheard her. Don't go around blaming your mom, but they said they were going to turn you into manager. That's what I heard. Real talk. I'll just say, I managed to get Billy's spot.聞き取るのは難しいんじゃないかなと正直思うので、ここからはねちょっとね一つ一つ発音の解説をしていきたいなと思うんですけど、まずねじゃあそれぞれの言葉のねちょっと内容を一つ一つ洗い出してちょっと見ていきたいなと思うんですけど、まずはね女性が、こう言ってるんですね。 I was eavesdropping, right? I heard they said they're gonna turn you into a manager、ね、まずこの eavesdrop っていうのは盗み聞きするっていう動詞ですね。I was eavesdropping, right? I heard they said they're gonna turn you into a manager. Turn 何々 into 何々で、何々を何々に、まあ、変える、ね。この場合、この文脈で言ったら、まあ、マネージャーに変える。マネージャーに、まあ、昇進させるっていうのを、聞いたよってことですね。で、次男性が、get on my damn face。まあ、これはまあ、あっち行けよっていうような意味なんですけど、で、I don't need to be here all the time to be a damn manager。マネージャーになんかならなくていいよ。なりたくもねえよ。みたいな感じなんですけど、で、言ってますね。で、次女性が、you know Billy died last night。ね、ビリーが昨夜亡くなったの知ってるでしょみたいな。急に言ってくるんですよね。で、男性がなんかもうちょっと食い気味で、Who? みたいな、誰ってみたいな感じですね。で、女性が、ビリーよみたいな感じですね。うん、急に、まあ、ビリーが死ぬ話が入ってくるんですよね。で、その次、男が、I know damn well Billy ain't died last night. I just damn talked to damn Billy. ね、まあこれ、damn って、この男性、damn っていう言葉をめちゃくちゃよく聞く、使うんですよ。damn っていうのは、まあ、それ単体で言ったら、畜生とかね、まあそういう、なんか、damn みたいな、畜生みたいな、クソみたいな意味なんですけど、まあこの文の途中でね、挟むことによって、まあ、別にこれ自体にそんな意味はないんですけど、まあ、強調みたいな感じでしたね。I know damn well. Damn well っていうのは、まあ、これはこれで、とてもよくみたいな意味なんですけど、I know damn well で、know damn well で、まあ、とてもよく知っている。で、何をしているかと言ったら、Billy ain't died last night. Ain't っていうのは、まあ、これもね、黒人英語に特徴的な表現なんですけど、まあ、isn't とか aren't とか haven't とか、まあ、何でもこのね、なんとか not の部分を ain't で置き換えられるんですけど、っていう、まあ、便利なね、スラング表現があるんですけど、それなんですね。I know damn well Billy ain't died last night. ね、Billy が昨日死ぬわけないのをよく知ってるみたいな、か死ぬわけねえだろみたいな感じですね。うん、I just damn talked to damn Billy. ね、
もうビリーと話したばっかで、まあ、死ぬわけねえだろみたいな感じですね。うん、で、まあこれシャッターをなんかバーンみたいな殴って、で、女性がなんかシーッみたいな。ね、Didn't I tell you to be quiet? まあ静かにしてって言ったでしょみたいな感じですね。うん、で、まあ男性がその後、I know damn well Billy って、まあ、言いかけて、How did he die? まあ、この場合、ここでちょっと did が抜けてますけど、how he die? 言ってますけど、まあ、文法的には how did he die? ですよね。うん。まあ、ビリーが死ぬわけって言いかけて、どうやって死んだのみたいな。なんで死んだのみたいな聞いてるってことですね。で、ここで女性が、I don't know. ね、わかんないわよと。They said he had a heart attack or something. まあ、心臓発作かなんかじゃないのって言ってたけど、I don't know.みたいな。まあ、超適当ですよね。もう、知らないけど、みたいな。心臓発作かなんかなんじゃないのみたいな。知らんけど、みたいな。超適当な解消するんですけど。で、But you know what? って言いかけて、まあ、ここでまた男性がちょっと食い気味で、I just talked to Billy.、ね、って言いかけて、またちょっと、I gave him a damn ride home yesterday.、ね、昨日、ビリーを家まで送ったよと。ね。うん。昨日家まで送ったばっかでは、まあ、ちょっと思い出したんでしょうね。これパッと思い出して、I gave him a damn ride home yesterday, みたいな。で、そしたらまた女性が、It might be dope. Dope っていうのは、まあ、これ薬ですよね。薬物のことなんですけど、It might be dope. ね。I'm be honest, I don't know, みたいな。まあ、ここでもこの女性めちゃ適当なんですよ。I'm be honest. I'm a っていうのは、これも、まあ、I'm gonna っていう表現のさらに略で、I'm a って言ったりするんですけど、I'm be honest. I don't know. ね、I don't know. まあ、まあ、薬かなんかじゃないのみたいな。正直わかんないけど、みたいな。で、男性が、Billy wasn't that dope? みたいな。ビリーが薬やってたっていうのかよみたいな。で、したら女性が、Everybody knows that. みんな知ってるわよ、と。うん。で、今度男性が、How do you know everybody's damn business? まあ、ここもね、how do が抜けてるんですけど、how you know everybody's damn business って言ってるんですけど、まあ、how do you know everybody's damn business? なんでお前そんなみんなのね、個人情報とかみんなのことよく知ってんだよ、みたいな。で、まあ、女性が、look, I just overheard it. ね、ただ聞いただけだよと。Don't go around blaming your mom. まあ、ここね、ちょっと表現が微妙かなと思ったんですけど、ね、Don't go around blaming your mom っていうのは、まあ、ここでお母さん、mom っていうのが急に出てきたんで、ちょっとなんか表現微妙だなと思ったんですけど、まあ、Don't go around blaming your mom は、まあ、ちょっとごちゃごちゃ言わないでよみたいな感じ、ニュアンスだと思うんですけど、ね、とにかく、They said they're gonna turn you into a manager. That's what I heard. ね。とにかく、まあ、上司たちがあなたをマネージャーに、昇進させるって話をしてたのを私は聞いたのよという感じですね。うん。で、ここでなんかちょっと男性が、ちょっとなんかたじろぐというか、ね、real talk, ね。like, look, for real, stop playing, みたいな。いや、マジでちょっと、いや、ちょまんみたいな。いや、もう本当に冗談抜きで、they said they're gonna give me Billy's spot, みたいな。ビリーの、ポジションくれるって言ってたのかみたいな。ちょっと、なんか、ちょっとこれで本気にし始めるんですよね。うん。で、女性の方が、They said they're gonna get you Billy's spot.、ね、いや、本当にビリーのスポットをあんたにあげるって言ってたよみたいな。言ってたけどみたいな言ったら、で、ここで男性が最後、I hate he died, but hey, it's a good thing. It's a damn good thing. みたいな。I hate he died.ね、彼が死んで、ビリーが死んだのは嫌だけど、But hey, it's a good thing. ね、めっちゃいいことじゃん、みたいな。It's a damn good thing. 最高じゃん、みたいな。マネージャーなれるの最高じゃん、みたいな。めっちゃ切り替え早いんですよね、この男の人。はい。っていう、まあちょっと、まあちょっとね、コメディチックな、動画なんですけど、っていうね、内容なんですよ。発音、会話の内容はね。で、やっぱりね、この女性の英語も多少ね、やっぱ聞き取りづらいところはあるんですけど、癖はあるんですけど、やっぱりね、なんといってもこの男の方が圧倒的に聞き取りづらいんですよ。で、なんでじゃあ聞き取りづらいのかって言ったら、実はですね、この男の人は単語の終わりの発音を全然しないんですよ。単語のこの終わりの音の発音を全然してないんですよ。これまあ黒人英語の発音の特徴の一つでもあるんですけど、この単語のね、終わりの音が、まあこれ発音記号で見たときに、この子音の発音記号で終わっている場合に、この子音の発音をしないっていう、
黒人英語の、まあ、発音の大きな特徴があるんですけど、それがねもろに出てるんですよねこの人、うん、まあ今回のねこの会話の中の単語で言うと、例えば face ね、顔の face、 get on my face っていう出てきましたね。そこも、face を fake みたいな face っていうシーンを発音してないんですよ。あとは last night、 昨夜の last night も lastなんかは、レーみたいな。レーだけで覚えてるんですよ。レーない。レーないみたいな。last night がレーないみたいな。もう全然発音してないですよ。とか、just ね。just もう、じゃ、みたいな。あとは、talk の過去形、talked ね。話したっていうのを、talked も、た、みたいな。just talk to Billy も、じゃ、たと Billy みたいな、もう全然発音しないですよね。あとは、家まで送ってったの ride も ra みたいな。home ride home 家まで送る ride home も ride home みたいな。めちゃくちゃもう緩いというか、うん、なんか抜けてる発音になってるんですよね。あとは dope ね、薬物の dope も do みたいな。 dope って p の発音しないで do みたいな感じの発音になってるし、あとはビジネスもね、ビジネス、 How you know about damn business って言ってたところなんですけど、ビンネみたいな、ビンネって何よみたいな、ビジネスって全然発音しないですね、ビンネみたいな、わけわかんない発音になってたりとか、hate ね、嫌だ、嫌うってことも hey とかね。あと最後の it's a good thing に関しても thing みたいな、この thing って発音が thing ってなるのも、まあちょっと発音、南部の黒人英語の発音あるあるの一つではあるんですけど、最後のグっていう音を発音してないね、 thing で終わってるっていう、まあ本当にこれだけの短いね会話の中でこんなにめちゃくちゃ多くの単語を発音してないんですよ、最後ね。ちゃんときちっと発音してないんで、まあそりゃ絶対聞き取れないよなっていう感じなんですけど、このね単語の一番後ろを発音しないっていうのは、発音のリダクションって言ってね、まあそういうちゃんとした言葉があるんですよ、リダクションっていう、現象なんですけど、これは実はまあ黒人英語だけじゃなくて英語全般において起こる現象ではあるんですけど、黒人英語、そしてさらに言ったら南部の黒人英語においてものすごく色濃く出る特徴の一つなんですよ。なので、まあ、それぞれねこの発音記号で見てもらうと分かるんですけど、やっぱ最後が、子音の発音記号で終わってるんですけど、それがもう綺麗に本当に発音されてないので、もう全然やっぱり違う言葉に聞こえてしまって聞き取れないっていうのが、まあそういうことなんですよね。でさらに最初に言ったdraw っていうね、draw っていう南部の発音の特徴ね、draw っていう、ゆっくりとして口をね、こうちょっとだらーっと、レイジーな感じで、なんかもったりと喋り方がこの南部の英語の特徴なんですけど、ね、この単語の終わりを発音しないっていう、このリダクションプラス、draw という、特徴が加わっていて、この draw っていうのはこのダラーとなっているので、この単語のね切れ目がわからないんですよね。なんかこうずーっとダラーとつながっていて切れ目がわからない。プラスこの単語の終わりの音発音してないっていう、このものすごいもう絶妙なコンボによってめちゃくちゃ聞き取りにくくなってるっていう状況なんですよこれ。はい、いや本当にねこれ絶対無理だと思います。普通に考えて絶対聞き取れないと思うんですけど、まあね、じゃあここで全部分かったところで、じゃあ最後にねもう一回だけちょっと見てみましょう。はい。 I was eavesdropping, right? I heard they said they're gonna turn you to a manager. Get on up my damn face. I don't need to be here all the time. You know Billy died last night. Who? Billy. I know damn well Billy ain't died last night. I just damn talk to damn Billy. I don't know, they say he had a heart attack or something. I don't know, but you know, I just talked to Billy. I gave him a damn ride home yesterday. It might be dope. I'm being honest. I don't, you know, Billy's on that dope. Everybody, you know, everybody damn Billy.
Lou, I just overheard it. Don't go around blaming your mom, but they said they were going to turn you into manager. That's what I heard. Look, real talk. Look, for real. I'll just stop playing. Just aside management. They said they won't let me get Billy spot. They said they won't let you get Billy spot. Then I hear he died, but hey, it's a good thing. That's what I'm saying. It's more money for you. It's a damn good thing. Hi. どうですかね、まあ、ちょっと慣れたかもしれないですけど、てかもう何回も見てるとね、なんかこの途中からこのウィンドブレーカーをなんか畳みそうで畳まないみたいな、なんか持ち帰るだけかみたいな、なんかそういうところにちょっと目がいっちゃったりもするんですけど、はい、まあね、本当にこれは相当きついと思います。はい、今日はね、ちょっと、まあ、あえてこの黒人英語のこのやっぱサウスのね、アメリカ南部のこの特徴ある発音っていうのをちょっと聞いてもらって、まあどれだけ聞き取れるかっていうのをちょっとね、チャレンジというか発音解説をしてみたんですけど、うん、やっぱりね、この発音、黒人英語の発音ってめちゃくちゃ特徴的なんですよね。奥が深くて、なかなかやっぱこの標準、いわゆる標準英語の発音の常識では説明できない現象がね、すごいいっぱい起こったりするので、まあ、これだけでね、論文が書けそうなぐらい、ものすごいね、複雑とか、奥が深いんですよ、黒人英語の発音って。で、まあ、僕が以前ね、書いた、黒人英語の発音についてね、ちょっとまとめた、記事があって、もし興味がある人は、それをね、まあ、この動画の説明欄のところに貼り付けておくので、はい、興味がある人は、まあ、ちょっと覗いてみてください。はい、ということで、まあ、今日は、アメリカ南部の黒人英語の発音解説ということで、はい、ちょっと新たな試みをやってみました。はい、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。